小鳥のお部屋、事件ファイル。川越ネットカフェ立てこもり事件。2022年6月21日、埼玉県川越市脇田新町で、狂人による立てこもり事件が発生。犯人の長久保浩二は、刑務所からの出所後わずか3ヶ月で、今回の事件を起こしており、その上、インターネットカフェの女性アルバイト従業員を刃物で脅迫。個室に連れ込み監禁し、顔を殴るなどの暴行に及んだ。長久保は過去にも立てこもり事件を起こしており、その事件で服役していた刑務所を出所し、懲りもしないで同じような事件に及んだ。また、逮捕後に WV サインを披露するなど、異常な行動が物議を醸した。事件の経緯。2022年6月21日、埼玉県川越市脇田新町にある、インターネットカフェ、快活クラブ川越脇田新町店に、今回の犯人、長久保浩二、犯行当時42歳が入店。その後、午後9時35分、別の個室の清掃に従事していた、女性アルバイト従業員、当時22歳に対して、カッターナイフをちらつかせ、自らの借りた個室に連れ込み、鍵を施錠し監禁。女性店員は、清掃からいつまでも戻らないことに、不審に感じた別の従業員が、警察に通報したことで、事件が発覚した。長久保は、人質の女性店員を監禁したとき、手首を縛った挙句、顔を殴るなどの暴行を加え、全治7日間の怪我を負わせた。通報を受け、駆けつけた警察官は、店内の他の客を避難させた後、インターホンを使い、長久保の説得を試みたが、それに対して長久保は、うるせえ、この野郎などと、気違い丸出しな罵声を浴びせた上、人質の女性店員に対し、服を脱げなどと、変態丸出しなゴミ行為に及んだ。しかし、事件発生から5時間後の6月22日午前3時17分、警察が飲み物を差し入れるという言葉に、長久保は個室の鍵を開け、ドアを開いた。その隙をついて、捜査員が突入。人質を救出した上で、長久保を現行犯逮捕した。長久保は逮捕後、警察に連行される中、パトカーの車内で、手錠をかけられた状態で、報道陣に対して、WV サインをし、頭のおかしいことを、世間に露呈させた。さらにその後、警察署に到着後、捜査員に両脇を抱えられ、車から出る際、何か奇妙なことをつぶやき、さらに気持ち悪い薄ら笑いを浮かべながら、警察署の中へ連行された。警察の取り調べに対して、長久保は、自分の人生に嫌気がさした。事件を起こせば刑務所に戻れると思ったなどと、ふざけたことを供述した。さらに、ネットカフェで女性従業員を、カッターナイフで脅した際、5時間にわたり監禁し、さらに、服を脱げなどと要求し、性的暴行を加えようとし、怪我を負わせたという。立てこもり事件にて、服を脱げ、などと変態丸出しな要求をする事件では、過去には、三菱銀行猟銃人質事件の凶悪犯、梅川明義が起こした凶悪事件が有名で、長久保は、この気違いの梅川を崇拝していたという。関係者の証言によると、長久保は以前から、三菱銀行猟銃人質事件の梅川を崇拝し、梅川を参考にして、逃げられないようにするため、人質の行員を裸にした梅川について、熱く語っていたとのこと。その時、自分も同じようなことをして、世間を騒がせ、注目を浴びたいと妄言していたという。長久保浩二の生い立ち。山梨県北杜市で生まれ、4人兄弟の長男として、父親、母親、祖父がいる7人家族で育った。実家の近隣住民の証言によると、
幼少時代は何の変哲もないありふれた子供で、両親は真面目な方で、父親は地元の製作所に勤務。家族思いの優しい子供で、幼少時代から実家の稲刈りや田植えなどを手伝い、中学生になってからは新聞配達をし、家計を助けていたという。しかし、そういった表の顔とは裏腹に、長久保は近所や学校などでは、自分は幼い頃に両親に捨てられた、貧しかったなどと幼少時代から虚言癖があり、ごく普通の家庭環境に対して意味のわからない一方的な恨みを募らせていたという。中学卒業後、農業高校に進学。高校ではソフトテニス部に所属。農業に対して高い熱意を持っており、当時の同級生の証言によると、高校の実習の時、トラクターを操縦する実習にはトラクターに乗っていると生き生きしていたという。農業高校を卒業後、農業大学校に進学。しかし19歳の時、同級生の女性と交際し、相手が妊娠したため歴婚することになり、留学からわずか半年で農業大学校を中退。農業大学校中退後、結婚した長久保は実家を出てアパートで新婚生活を開始。その後、子供が生まれた。しかし2年で結婚生活は破綻し、その後離婚。離婚原因は、子供ができてから独身時代のように遊べなくなり、そのため長久保は嫁と子供を置き去りにし、一方的に離婚。離婚後は土木作業員の仕事などをし、各地を転々とした。その間も真面目に働いていたとは言えず、名古屋や福井、岐阜などで無銭飲食や詐欺、さらには窃盗を繰り返していたという。実家には全く連絡をせず消息不明となり、2006年、父親が癌で他界した時も、行方をくらませたままだった。その後も愛知県で住み込みの仕事に従事していたが、ここでも窃盗や無銭飲食などを繰り返し、29歳の時、刑務所に服役。その後も、何回も刑務所に出入りを繰り返し、家族からは、さらに孤立していった。出所後の2012年には、愛知県内の更生施設に入所。2012年6月、更生施設から出た長久保は、愛知県日進市の土木会社で、住み込みで仕事を開始。しかし、4ヶ月後の2012年10月22日、着替えなどを寮に残したまま失踪した。土木会社の社長の証言によれば、勤務態度は真面目で、トラブルを起こすようなタイプではなかったという。2012年11月19日、愛知県一宮市にあるファミレスで、5時間もの長い時間滞在し、その時、女性店員にカッターナイフを突きつけ、大声を出すと殺すぞなどと脅迫し、代金を払わずに逃走。また、11月22日には、カラオケボックスに入店し、この時も、刃物を見せ店員を脅迫し、代金を払わず逃走した。カラオケ店の店員が、すぐに警察に通報。それと同時に、向かいにある蒲郡信用金庫雑司支店に対しても、警戒するよう促した。その結果、長久保は蒲郡信用金庫雑司支店に、強盗に押し入ろうとしたが、男性行員が木刀を持って警戒していたため、150メートル離れた、豊川信用金庫雑司支店に、サバイバルナイフを持参し押し入り、客一人と行員三人を人質にした立てこもり。当時の野田総理大臣の退陣や、食料や飲み物、タバコや覚醒器などを要求。事件は膠着状態になったが、発生から13時間後の11月23日午前2時45分、愛知県警の SIT 13人が突入し、長久保を制圧。人質を無事に救出した。この時、人質の女性行員は腕にかすり傷を負ったが、それ以外に怪我人は出なかった。
長久保は強盗傷害の罪により、緊急逮捕された。長久保は、野田首相の退陣が目的と供述していたが、元同僚らによると、政治的な話は一切出てこなかったという。この立てこもり事件では、懲役9年の実刑判決を受け、名古屋刑務所に収監され、服役した。刑務所内では、模範囚だったという。そのため、長久保は刑務官にも気に入られて、ミシン工場を束ねる総班長という立場まで、のし上がったという。この時、長久保は事前事業気取りなこともしており、外部の NPO を通じ、刑務所内の古い本を子供に寄付したり、逆にキリスト教系の NPO 法人から、刑務所に本を寄贈してもらえるようにするなど、多彩な活動に尽力していたという。しかし、チェ・ゲバラの本を愛読したことにより、刑務所仲間に対し、革命を起こしたい、出所したら公安にマークされるかもなどと語っており、さらには、三菱銀行猟銃人質事件を起こした凶悪犯、梅川明義を崇拝したりと、かなり危険な、歪んだ思想に取り憑かれていった。長久保にとって、刑務所での生活は、受刑者から慕われたよられ、刑務官の信頼も勝ち取っていたことで、自分の居場所を刑務所に見出していた。その後、長久保は2022年4月に名古屋刑務所を出所。その3ヶ月後、今回の事件を起こした。裁判。2023年12月1日、さいたま地裁にて、長久保浩二被告の裁判員裁判による初公判が開かれた。長久保被告は、特に何もないです。認めますと述べ、起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告は事件の直前に購入したカッターなどを使って、殺すぞなどと脅し、顔を殴ったり、手首を紐で縛ったりした。犯行は計画的で悪質極まりないと主張。これに対し弁護側は、長久保被告は事件当時、犯行は人格障害の影響による可能性があるなどと主張した。意見陳述で、被害者女性が出廷。いつか刑務所から出てきて、近くにいるのかと思うと耐えられないと訴え、精神的な苦痛は、女性の家族にも及んでいることを明かした。2023年12月7日、論告求刑で検察側は、長久保被告が人質にした、女性店員を脅した際、自身が傷つく可能性を考慮し、包丁を使用しなかった点などから、責任能力に疑いを差し挟む余地はないと強調。公判で再び事件を起こす可能性を、半々と述べたことなどから、強制困難で再犯可能性が高いと強く非難した。さらに、被害女性が事件で受けた、精神的被害に言及。長久保被告を、一生刑務所の中に入れておいてくださいと訴える。被害女性の意見陳述書が読み上げられた。女性の被害者代理弁護人は、長期間、社会から隔離するほかないと、懲役25年を求めた。一方弁護側は最終弁論で、長久保被告は、反社会性パーソナリティ障害の可能性が高いと推定、犯行の意思決定に影響を与えた可能性が高いなどとし、情状酌量を求めた。最終意見陳述で、裁判長から、最後に言いたいことはありますかと問われた際、長久保被告は、特にありませんと述べた。2023年12月13日、判決公判が行われ、さいたま地裁は、検察側の求刑通り、長久保被告に対し、懲役17年を言い渡した。判決で裁判長は、長久保被告の完全責任能力を認定。出所後、わずか3ヶ月で犯行に及んでいることを指摘。犯罪への抵抗感が乏しく、人の道を外れていると糾弾。さらに、長久保被告は反省を全くしておらず、被害者心情を理解していないこと、再犯の可能性も高いなどと断罪した。弁護側は判決を不服とし、東京高裁に控訴した。
2024年7月1日、東京高裁での控訴審が開かれ、弁護側は、長久保被告の精神鑑定を請求。しかし東京高裁は、請求を却下した。最終弁論で弁護側は、長久保被告には人格障害の疑いがあり、犯行に影響した可能性があるとして、減刑を求めた。一方検察側は、控訴棄却を求めた。意見陳述で、長久保の母親が出廷。刑務所に入っていてほしい。面会に行くことはないと、長久保に対しての思いを語った。2024年8月16日、控訴審判決公判が行われ、東京高裁は、一審埼玉地裁の判決を支持。弁護側の控訴を棄却した。判決で裁判長は、被告は犯罪を行うこと自体を動機として、あえて犯行に及んでおり、人格障害が影響した可能性を考慮しても、被告の意思決定は、人の道を外れたあまり、愚かで身勝手なものというほかないと指摘。量刑も、刑事責任に見合った相当なものであると断罪した。今回の事件は、いつものような凶悪殺人事件と違い、怪我人は出ましたが、亡くなった方こそいなかった事件ですが、凶悪性は、他の殺人事件と性質的に変わらず悪質極まりなく、さらに、長久保の生い立ちなどを見ても、組むべき事情があったとは思えない、身勝手極まりない犯行だったため、動画として、取り上げさせていただきました。正直、たまたま亡くなった犠牲者が出なかっただけのことで、ナイフで脅され、個室に監禁された挙句、服を脱げと言われた被害者女性のことを考えると、後に PTSD などの心的ストレス障害などを発症する恐れがあり、そういった精神的苦痛や、脅迫観念に駆られるなどのことを考えると、長久保のやったことは、凶悪犯罪であり、過去に同じような凶悪立てこもり事件を起こしていることから、むしろ、無期刑でもよかったくらいだと思います。このような、一切反省などしておらず、さらに刑務所に戻りたいという思考を持ち続けている犯罪者は、出所後、再び再犯することは目に見えていますし、むしろ、犯罪者本人が、刑務所での生活の方が良いと思っている時点で、お望み通り、一生刑務所で過ごさせるというのも、ある意味、人権擁護なのだと思います。その上、ゲバラさんの本を読み、何を勘違いしたのか、自らの凶悪犯行を、あたかもゲバラさんの革命と同じように見る時点で、革丸やら、中核派やらの、革命を語った、単なるテロリズム思想に過ぎず、このような危険人物は、むしろ一生刑務所に服役させるべきだと、私は個人的に思います。被害に遭われた、女性従業員の方の、今後の心の安らぎ、安寧が、再び訪れますよう、心よりお祈りします。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。